金サグの花やチミサチに住みて、親のゆしぐとやチムに住みて、この白馬くんがお届けします。親孝行の歌、金サグの花。はい、さい、ご所要中村みら、ワンナーや、ウエタ、ハケンのボンディ、イチョビ、ウマジ育ちや、カチネバリエビ。だけど、縁がありまして、たくさんの縁がありまして、生、二の沢、松田で、ヤギの山学校で、ヒージャーが30匹います。はい。で、ワンナーヒージャーよさい、うちらうちならんせんねびらん違う。生まれつきうちらうちがおかいびん。まず、雨の日に、はい、畑に行くよって言ったら、べーって言います。わかるかな？で、生まれたてのひいちゃんに、おじいとおばあ、どっちが好きねって言うと、うめえってやびん。わかるかな？ということで、ヤギの山学校もやってます。そして、小野白馬くんは、小学校3年生の時に、福島震災ありましたよね。それでお母さんと2人で、避難としてだよね、久米島に、行ったわけです。そこで、彼の夢がすごいですよ。小学校3年生に久米島に行ったら、久米島の人たちに沖縄の素晴らしい歌三線も教えてもらって、金サグの花伝三節教訓歌も教えてもらって三線が好きになりました。そしてまた縁があって、ギロタに行って、高専に今通ってるんですけど、土日は何をしてるかというと、私と一緒にまたたくさん仲間がいるんですけど、春沢やってます。はい、普通の春沢は、クワ持って、高音機乗って、トラクター乗ってやりますけど、彼の場合は農業ですからね、頭を使ってやるんで、畑もちびら浅いみ。ということで、まずギロタの魅力を歌にした。あの人にも伝えたい、皆さんにも伝えたい、おじいおばにいにいねねおとおかにも伝えたい、ギノザのいいところ、水と緑と太陽の里、ギノザのいいところを最初に歌に乗せて、ヤギの山学校のも歌に乗せて、今、初めて宣言しますけど、農業を始めたばっかりです。まだ2年も経ちません。1年余り、沖縄一のバナナ農園を作ろうとしてます。その前に、バナナの歌も載せてお届けしたいと思います。Thank you.
かさから心の豊かさを求める皆さんがたくさん住んでいる宜野座村を超えてインターネットに載せて、歌三詩に載せて、紹介宣伝していこうと思っています。よろしくお願いします。ピンサグの花やチミサチに住みて、ウヤのユシグトやチムに住みて、この白馬くんがお届けします。親孝行の歌、ピンサグの花。星のことを夢見て雲の高さまで行け。星のことを夢見て雲の高さを目指せ。もゆる夢命ある限り、ある限り。こんな感じでリハーサルです。